えーっとですね。はいはい。開始で。あー、もう。<laughs> <laughs> お願いします。えーではですね。えー非公式昭和氏、えー、始めますということで、えー、今日はえー第2回ということで、えー、昭和の金融恐慌について。 えとお話し,しますとで、まあ、今ね、ねこれからですね、えー、と日本は総選挙に入りますけれども、まああのー、昨今言われてます二大政党制だとかですね、まああのー、か不況だとかいろいろ言われてますけれども、まあ、そういったものに、まあ、つながるというかあのヒントになる、まあ、そういった、えー、事件といいますか出来事であったので、まああのー、この昭和初期の一番初めに起こった金融恐慌というのを取り上げてですね皆さんに。 私なりの試験視点をです、ね、知っていただきたいなと思います。であの、本日の会場には前回も参加してくださった方ばかりが、えー、来られておるんですが、えー、配信で初めて見るという方に向けてですね、えー、と基本私が考える歴史とはっていうところを、まあ、若干おさらい程度にやりたいなというふうに考えてます。 えまず歴史とは、えー、私が考える歴史とはです、えー、中国西洋に見る歴史の変遷ということで、えー、勝者が歴史を定義する、まあ、革命のたびに歴史が変化するとで、事実すら記述でねじ曲げることもあるんだと、まあ、これが歴史だと、まあ、あくまで歴史は記述でなされてきまして、でまあ映像というものができたり、ですねあの写真というものができて、まあ、写真で念写するとか、まあ、映像で残すとかいうことはできましたけれども、<laughs> 19世紀まではね、まあ、あのずっと、 えー、記述ですので、まあ、それでやっているという感じです。でまた、えーに、日本の歴史に関しては、ですね日本書紀から大河ドラマまで、まあ、後期の鉄則,という、えー、鉄則があるというふうに私は考えてまして、皇、ま、統、あ、ですね、要するに天皇家に権限を及ぼせるものが、まあ、歴史記述を独占してきたというのがあるのではないかというふうに考えております。まあ、かつては藤原氏ですね あの藤原摂関家と言われた藤原氏がずっと独占してきてでそして江戸時代からは水戸藩ですね、えー、大日本史とかを編纂しまして日本史の研究の第一人者をずっと辞任してですね副将軍職を独占してきた藩です。 でえー、明治以降は文部省ですね、まあ、こちら、あのー、厳密に言いますと、東京帝国大学、まあ、東大ですね、東大が基本となって、まあ、歴史教育をすると、まあ国民か、国民会教育制度っていうのを作って、まあ、国民にこれが歴史だと、歴史教科書を渡して歴史を知らしめる、まあ、そういったことをしてですね、まあ、教育のための歴史、あるいはえっと国民を作るための歴史ですね、まあ、そういったものを、えー、普及していったのが文部省だと。ま、えー、またラジオとか <laughs> 映像とかか映像出てきまして たらえー、文部省と並び称されるぐらい権限を持ってきたのが NHK ですで。こちらは、ね、やっぱり映像とかです、ね、ラジオとかいうものすごく3、えー、次元的といいますかあのただ記述だけではない、えー、訴え方、えー、編集そして、えー、発信です、ねえー、をするような局ですので、まあ、この影響力というのはものすごいものがあります。NHK 特集で取り上げられてこれてこが事実だみたいな 話になるとですね皆さん、あこれがそうだったのかみたいな感じでですね皆さん信じる、まあそれがあの NHK の強さかなと。でもこちらもですねまあ、基本は文部省と同じで東京大学の、えー、歴史学者とかですね高校学者の方がまあ軸となっていろいろと組み立てているということがあります。まあ、最近はちょっと変わってきましたけれども、基本はそこがまあ定義づけているということになります。で、えー、まあ歴史 をね、どのように解釈するのかというのは、これがなかなか難しい話でして、えー、まあ科学的事実ですね、科学によって、えー、これが事実だと認定されるもの、例えば考古学でいうと、ですね何年代のものだったっていうのは、最近、科学調査でですね、えー、認定されるようになりましたので、まあ、そういった科学的なものとか、あるいは過去の文献、で発掘における状況、まあ、そういったものをですね照らし合わせて、これが事実だというふうに認定する。 ことがあります <laughs> ただ、ですね歴史はもう一つの要素を持ってまして、まあ、知性を維持する、まあ、要するにあの国家の治安を維持し、ですね国家に忠誠を誓うといいますか、まあ、国家に対してやんわりとヤンリトでもあの秩序を保つために、一つの,その物語としてです、ね、であの我々は例えば日本,人だ,日本だったら、我々は日本人であると、そういうふうに認識させるための解釈というのも重要になってきます。 でそこをうまくつなぎ合わせながら、えー、文章を書いて、えー、これが歴史だというふうに提供しているのが今は文部省と NHK だというふうに言えるかなというふうに考えていますまた、えーまああの、これ最後の下はです、ねえー、日本人が、えー、歴史をです、ね、個々人として、えー、ちゃんと解釈しなければいけないんだというふうに私は考えているんですけれどもそれの まあ、日本の国家としての、えー、状況としまして、えー、立憲君主国家であります、日本はですね。で立憲君主国家というのは、ですね市民、あるいは、まあ、国民というものが存在しまして、まれわれが、えー、それに当たるわけです。でえー、こちらですね、えー戦後えー、戦後でしたかね、えー、人間宣言の時に、えー、昭和天皇が。 えとおっしゃられた言葉で、まあ、チンは何時、親民らの内なる自由活発達の力を信じると、まあ、これ、後に発表されたときは、チンっていう言葉ではなくて、まあ、僕はだったかな、私はだったかに書き換えられましたけど、まあ、そういう形でえおっしゃってまして、まあ、戦後の日本国憲法にのっとって、日本国憲法をえ実行するためのえ国民のあるべき形としては、自由活発達のある歴史解釈で己の 人生を豊かにしていくとまあそういった国民があることを前提に国民がえ国と契約を結ぶ条項であります憲法というものがあるんだというふうに私は考えているということですなので皆さんえ歴史をえ自分なりに解釈してみましょうというのが私のこれをやる提案でございますというわけでえはいじはあ今日はよろしくお願いしますということです でまあ、若干これもおさらいなんですけど、私の考える日本史の法則です、まあ、軽くさらっといきます、えー、革命のない歴史ですね、えー、それから先例主義、大方針主義、官僚主義、親族主義ということで、まあ、前例にのっとって何とかとか、まあ、親族だからなんとかとか、また官僚なので責任がどうのこうのだとか、いうことをですねかなり重視する国民です、で、えー、そういう歴史です、でまたですね日本史の鉄則として、いろんな真の新しい ことをやったやつらですね歴史を本当に動かした連中というのは必ず非合の死を遂げるという歴史鉄則があるのではないかと、まあ、だからこそ革命が起こらなかったのではないかなというふうふに考えておるということですでまた、これから挙げ,げる人物はですね私が歴史を本当に変えたと思う人物でして4名挙げさせていただきますまず 1, 名1人目曽我のイルカさんですねこちらお墓です。 でこれはあの律令国家っていうですね、あの小学校の時から習う、えー、用語ですけれども、まあ、日本という国家が初めて中央集権国家になった、まあ、その形を作った人ですね曽我のイルカさん。 で次は平の清盛さん、今の大河ドラマ、ですね史上最低の視聴率を誇っておりますけれども、まあ、こちらの方はですね武士の世、まあ、大河ドラマでもよく言われてますけれども、まあ、武士の世を本当に作った男はまあこの人ですで、えー、武士の世とは何ぞやというと、それまでの貴族の世とは違って、まあ、自由闊達で,で、経済もですね裾野に広がる経済力を作る、でそして武士なので、まあ、実力のある者が上にいくと。 本当に実力のあるものが上に行ける社会を作るんだと。まあ、そのための基礎の改革をしたのはこの方です。で、次、こちらあの、あまり有名ではないんですが、えー、足利将軍家第6代将軍です。足利義則ということで、まあ、この人はあの、世界の教科書にですね、魔王と。 書かれてておる方でして本当に <laughs> とてつもない男でしてねあの多分日本史上最大の独裁者じゃないかと言われるぐらいの人だったんですが、まあ、最後の最後は部下に裏切られてあの部下の屋敷で、えー、宴会を開いてるときにです、ね、首をはねられるんですが。 まあこの方は、ですねあの後に江戸時代に続く安定的武装集権国家体制という、まあ、ちょっと難しい言葉ですけど、まあ、簡単に言うと江戸時代のです、ね、幕藩体制それの元を作った方ですね大名との主従関係を明確にしながら、えー、とバランスを取りながらですね、えー、将軍家が圧倒的な力を持つと。 で圧倒的な力を持つからこそ初代名はその将軍家に従わざるを得ないという状況を作りでも、各地の統治というのは非常に自由に行えるような体制ですねでも経済自体は日本全体で経済一つの経済を作りまた国際社会にもその経済圏を広げていくという、まあ、そういった発想の社会を作ろうとした方です。 で、えー、最後、ですねこちらがあの今の日本の近代中央集権国家の基礎を築いた方で小栗忠政さんということです、えー、横須賀に行ったらこの人神様のことかがめられてまして、えー、オグリンというねあのゆるキャラも出ておりますペルリンですねペルーのペルリンとです、ね、オグリンというね2つのゆるキャラがありますので横須賀にお越しの際はですねぜひオグリンを手に取っていただけたらと思いますが、まあ、この人はあの富国強兵直産工業 そして重工業による日本の産業国家としての形を全部幕末にプランニングした方でして非常に優秀な方だったんですがまあ戊辰戦争の時にですね彼の才能を恐れた薩長がですね彼を無実の罪で首をはねるということをしまして非業の死を遂げたということです。 でまあ、簡単に言うと、まあ、曽我のイルカさんが古代を作ったとで平野清盛さんが、えー、中世を作り足利義典さんが近世を作りそして小,倉あ小栗忠政さんが近代を作ったんだというふうに言えるのかなというふうに考えておりますでは、えー、今日の本題に入ります、えー、昭和金融恐慌、えー、昭和2年の、えー、3月から5月に起こった金融恐慌ですで、えー、俗に言われていることをこちらにまとめています まあちょっと読み上げてみますと、まあ、東京渡辺銀行という銀行がありました、これはかなり大きな銀行でした、でこちらが破綻したと、国会でですね衆議,院議員衆議院議会で片岡直治大蔵大臣が言っちゃうわけですねで、実は破綻してなかったんですね、これじゃ、東京渡辺銀行。えーまあ、内容を言うと、ですね、えー、東京渡辺銀行の頭取が、 もう,うちやばいんであの大蔵省に支援を要請しに来るわけです、この前日にですね。でところがまあ片岡大臣はそれを、えー、といろんな要件があるからということで断るわけですね、でそしてその間に、えー、もう今日も持たないっていう話が来たんですけれども。 まあ東京・渡辺銀行の頭取はですね別口であの別の銀行からの融資を受け付けることに成功しましてその日一日は保つことができたんですで,できたんですがその日のうちに片岡大臣はえ破綻したとまあ国会で言っちゃったわけですねでそれが新聞にばーっと流されて全国にあの東京・渡辺銀行が潰れたとそれを大蔵大臣が言ったぞってことになって で信用不安が一気に広がってですね、えー、各地の中小の銀行に取り付け騒ぎが起こるということです、まあ、これを東京・渡辺銀行休業に伴う取り付け騒ぎ、まあ、信用不安、まあ、こういった一連の流れ、この3月に起きた一連の流れを3月強固と言います。でまあ、こちらはですね一度、えー、東京・渡辺銀行が休業するんで、な、ま、ん、あ、とかかんとか、なり行きで終わるんですけれども。 まあ3月強行以後ですねまあ国会の付帯決議に伴うまあ台湾銀行というまたこれまた巨大な銀行がありましてまあ当時、台湾っていうのは日本の統治下だったんですけれども この台湾銀行というのは特殊銀行という銀行の扱いで特殊銀行というのは紙幣の発行権があるわけです、つまり台湾で使用される紙幣そのものを作っている要するに日本銀行と同じ扱いですね、そういった銀行だったと、ただ日本銀行と違うのは日本銀行は本当に紙幣を扱って銀行との取引しかしないという銀行なんですが台湾銀行は直にも銀行の役割を、地場の銀行の役割も になっていいるるととで紙幣も発行するというだから特殊銀行とですね言われていました、まあ、台湾銀行ともう1つ朝鮮銀行というのは当時日本にはありましたでこの実は台湾銀行が大変なことになっているということは、まあ、前々から言われていてでですねで、まあ、この東京渡辺銀行の件もありまして国会が紛糾するわけです台湾銀行危ないんじゃないかとっっそれで国会審議で まあ、あのの流れの中でですね、えー、吸った問題がありまして、そこの中の、えー、台湾銀行の経営危機器の情報が公表されてしまうわけですね。まあ、そうなると、それがまた新聞に載って、バーっと全国に入ると、これ、銀行全部やばいんじゃないかって話になるわけですね。でそうすることで、もう銀行、どこも信用ならないって話になって、でもう全国の銀行に、 もうそれを見た国民はですね預けてるわけですからどこが潰れるかわからんと俺の自分のその預金なんとか確保せないかんということで一気に取り付けに行くわけですで全部下ろしたいって言ってです、ねまあ、これが4月強行というわけですで,、まあ、であのその結果いろいろあるんですがあの各銀行、お金実際はですね銀行ってそ,のそれで紙幣を出すわけですけども 本来の貯蓄額に応じてそれだけの紙幣を擦ってるあの持ってるってわけではないわけですね一応額面上数字で1億円持ってるのは1億円と書いてありますけど実際にその金庫の中に保管されているのは1000万とかそんなレベルなのでみんながこうやって取り付け騒ぎに取,取り付けに来たらですねまあ、無理ですよねあの払えないということになってしまうでそうするとかあの銀行は潰れてしまうということになるでこれを、えー、解決するためには、えー まあ、日本銀行からです、ね、紙幣をいただかないといけないんですがそんな間に合わないしそもそも日本銀行がそういった融資をあの特例でやる場合にはですねえっと上一応法律が必要ですで、法律を議会で可決させる必要があると、でもう1つの方法法律が通らないのであればもう一つの方法で緊急直令という方法があります、つまり天皇陛下の対面をもって、えー、これのあの特有に当たるということがあるんですが。まあ そのどっちかをするという話だったんですが残念ながらです、ね、県政会はあのこの国会対策に失敗しますで国会が閉会してしまってです、ねえー、立法で通せないという状態になりますで次に、えー、だから直令を下ろしてくれって話になるんですがところが直令が下りないという事態になって それでえー、当されてしまうということになります。まあ、これをあの一般にですね。県政の情動にのっとってえー、大体組閣という形で、えっ、ー、と当時の野党だった立憲政友会政権、田中内閣が組閣されてで、その蔵書の高橋、大蔵大臣が緊急政策で事態を収集するという話になるというのが、まあ一連の流れです。これがまあ昭和金融恐慌の全体の流れになります。で。 えまず、ですね先ほどずっと流れを述べましたけどもいろいろとわからないところってあると思うんですがまずそもそもみんな分かってるようで分かっていないこと不況、ですね不景気不景気って何だろうって話なんですがまあこちらに一応もう答えは書いてるんですがまあ単純に言うと経済状態が悪いことですねで不景気っていうのは物が売れなくなるとか,あのですかね価格が下がりまくるとかですね給料が払われないとか,まあなんかそういったイメージがあると思うんですけど実はそれは不況ではないんですね。 あのその状態は不況の結果起こることであって不況という本質ではないんですで不況という本質は何かというとですね下に書いてあの2番目に書いてます投資・購買といったまあ金品や物品の交換活動が鈍くなることということですで鈍くなっているからこそお金が発生しないお金が発生しないからこそ給料が下がる給料が下がるとどうなるかというとまた買わなくなる買わなくなるからまた交換活動が鈍くなるでこれがまあいわゆる不況のスパイラルですねで だからですねよく言われるあのデフレってあの最近、ですね、まあ、よくねあのデフレは不況デフレだから不況なんだみたいなことを、まあ、デフレイコール不況みたいなことを、えー、言う方って多いんですけれども実はデフレーション自体は、えー、不況の原因ではないんですねでたまたまその原因の一つにデフレがあるというだけの話でデフレでも全然、えー、好景気なことっていうのもあったりはしますじゃあ、あの不況の本質的な原因は何なのか。 とと言いますと要はそのお金が回らなくなるのが不況なので、まあ、その最大の理由は、まあ、この4点挙げましたけども、投資という行動自体が少なくなること、あるいは購買意欲ですね、ものを買おうとする意欲そのものが少なくなっていること、そして金銭、お金そのものが少ない、流通しているお金そのものが少ないこと、そして物品ですね、えー、物自体がなければ、全然交換活動起きませんので、物自体が少なくなること、まあ、この4点に集約されるのかなというふうに考えています。 でえーまあ、今回の昭和金融恐慌、まあ、その直接の原因を探ると、ですね、まあ、いろんな、えー、意味合いはあるんですが、まあ、基本的にはこの金融恐慌に関しては、銀行そのものの経営難っていうのがあります、これはあのー、特にあのどの銀行日本の銀行全体に言えた、当時のですね日本の銀行全体に言えたことで、それまでの構造上の歪みというか、矛盾というものが一気にこの時期に噴出したというのが、直接の原因ではないかなというふうに考えています。 でえー、日本には、まあ、あの特殊銀行、基幹銀行それから、えー、国立銀行という,、えー、ふうふうに言われる枠組みがありました、えー、こちらは別に政府が定めたわけではなくて周りの人が、えー、勝手に言っていたことですで、えー、全部ですね特殊銀行も基幹銀行ももともとは全て国立銀行と言われていましたこれはあのナショナルバンクというんですけれども、まあ、あの例えばあの北九州の方だったら八幡にですね130銀行 あのギャラリーがありますよね、で130とか何番とかあの、ね、いろいろあるんですが、その番号がついているのは、これ、国立銀行、元国立銀行って意味なんですね、で第1銀行、第2銀行、第3銀行、第4銀行って形で、第100何番まで、えー、っとできた順にですねな、ナンバリングをそのままつけていったんですね、これがもともと国立銀行の流れです、そうですね、文字は33番ですね、第33番銀行さ、第33銀行か。 まあそういうのがもともと国立銀行でこちら明治時代にえと後にちょっと出しますえ渋沢栄一さんがえー構想してフランスの銀行システムをモデルにえと作られたものですでそこの中からですねあの台湾を占領し台湾を植民地化しそして朝鮮を植民地化した時にまあいろんな産業をそこに導入しないといけないので銀行を作らなきゃいけないということになりましたそこでえ台湾銀行とか朝鮮銀行というのを作りますと。 ただ単純に銀行を作っても、えー、とそこの経済自体は回らないので紙幣も発行しなきゃいけないということになりましたいきなり円を導入するといろいろと大変だったので別の紙幣をとりあえず発行させようとただそれに新たに別の銀行を作るのも大変なのでそんなにお金もないのでということで抱き合わせの銀行を作った、まあ、それが台湾銀行、朝鮮銀行ですね。ね紙幣もも発行すするるけけど貸し付けもすると直接 会社とか企業とか個人に貸し付けをすると、まあ、これを特殊銀行と言います、だから台湾銀行と朝鮮銀行はちょっと違うわけですね、日本銀行と普通の銀行のその両方の側面を持った銀行と、基幹銀行という言葉なんですが、こちらはですね、えー、と銀行はいろんな方に、えー、ものを貸しあーお金を貸しますけれども、この基幹銀行っていうのは、ですねほとんどの売り上げをある一定1 <laughs> つの会社、あるいは2つの会社、まあ、そういった 少数の会社に頼っている銀行のことを基幹銀行と言います、例えば昔、富士銀行という銀行がありましたけれども、八幡に本港があった銀行なんですが、こちらの銀行、今は合併して水ず銀行になりましたけれども、こちらの銀行というのは、一つ、新日鉄の基幹銀行ですね、新日本製鉄で大半の売上を上げている銀行でして、こういったものを基幹銀行と言います。 で当時、やっぱりあの銀行の数があまりに多くて銀行が大きくなるにはですね、そのたくさん貸し付けた中から一発当たったっていう事例があってその一発当たったところに頼って銀行も大きくなるみたいな事例が多くてですね、こういった機関銀行というのは非常に多かったということが、えー、考えられるかと思います。でまあ、それがあの日本の銀行、なんでじゃあそうなってしまうのかというと、まあ、日本の銀行の設立にですね、根本的な問題があったんですね。で、 はじめその国立銀行を独立的にです、ねえー、フランスのシステムを導入してやろうというふうに渋沢栄一は考えたんですがこれ実はです、ね、創業して何年間かで潰れますで潰れてしまって、えー、お金が回らない銀行システムが全然ないみたいな話になってくるわけですねでというのもそもそも日本には、えー、銀行システムはいらなかったわけですねもともと別の口で両替商とかが、えー、お金を回していたので 実際は銀行システムはいらなかったって不要だったっていう側面があります、まあ、そこの中で、えー、こちらの国立銀行を立て直すためにやったことがですね各種の名刺に各地の名刺にですね、えー、と銀行作らんかって言って銀行を作ってくれという話になるわけですね、まあ、あの郵便局と同じでしてこちらのやり方っていうのは 郵便局も、えーね、特定郵便局という形で、ね、各地の名士さんが郵便局作ってくれということで言われて郵便局を作って代々郵便局長みたいなところもありますけれども銀行も同じでして、まあ、そういった名士の方にぜひ、ね、銀行を作ってくれということをやります。 廃止になりまして、で報録っていうのがもともと政府から払われてたんですけども、そちらが廃止になりまして、それが証券になります、その退職金みたいなものがあって、ですねそれを現金化するために、まあ、銀行がうまく使われたみたいな話があって、で結局その、全然です、ね、その銀行とか金融とかそ全然わかんない地方の、えー、地主のおっさんがです、ね、あの銀行をやるわけですよ。まあ、こうなったらどうなるかって、もう歴然ですよね、全然経理もできない、何もできない。そもそもも ねあの計算はできてもそろばんだみたいな、で簿記とかなんだろうみたいな、そういう話をしているおじさんたちが銀行を運営しちゃうわけですから、まあ、非常に厳しい経営状態があって、ですねまあ、それをまあ、無理やりなんか、あの日本は明治以降、ずっと経済成長してたんで、なんとか持ってたんですけど、この時期になると、もうさすがに持たなくなってくるという。で また特に第1次世界大戦の時に一気に大戦契機で日本が成長しちゃったがゆえにですねまた、それで歪み,が生まれ歪みがより強くなってで関東大震災があってからの,あの震災手形っていうのが発行されるんですけども震災手形が発行されてからはもうそういう地場のよくわからない人たちのおっさんたちはですねもう意味がわからないみたいな話になってくるわけですねまあ証券か商品なんて言葉が出てくるわけでもうこうなってくるともうさっぱりわからんみたいな話になってもう経営状態がもう不透明極まりなくてもうようわからんみたいな。 状態になったと、まあ、これがあの、ちょうどこの時期に、まあ、特に政府がですね。これはもう根本的な問題なんで、解決しなきゃいけないって,言って動き出したというのが一つの原因です。まあ、あの、その、まあ、先ほども若干述べましたけど、震災復興手形っていうのがあって、まあ、要するに東京を復興させると。まあ、その復興させるために、えっと、手形とかですね。あと融資の、えっと、先延ばしとかですね。まあ、そういうものを、政府が。 出すんですけど、まあそれがです、ね、いろいろと不良債権になってしまう、まあ、そういったよくわからない人たちが引き受けたりするんで不良債権になってしまったり、あるいはあの、まあ、今でもねあの東日本大震災でありますけれども、あの震災復興と関係ねえじゃねえかみたいなものまで紛れ込んでしまうわけです。そそうするるとそんなな本来のただ単なる不良再建震災が起こったから なってしまった不良債権とは違う不良債権とかも入ってしまうと、まあ、解決のしようがなくなってくるわけですね。でそういったものがどん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 ん膨らむと結局経済的というか、まあ、銀行の経営的に非常に危機的な状況になってい,るとなっていくと、まあ、そういうものがありまして、まあ、そういったものが表面化してきたというのがあります。でそして、まあ、この 直接の原因ですね直接の原因が政局による混乱の助長ということで、まあ、当時、あの後にも述べますけども、もちょうど前回の最後に、えー、と日本は二大政党制が確立したという話を述べましたが、その二大政党制のその両党によるあの権力をめぐったですねあの政権与党をめぐる政局が起こるわけです。そのののの政局のネタにですねこの銀行の えー、状態、まあ、特にその台湾銀行の、えー、状態が政局の中心の清掃の道具にされるわけですねでそれで、まあ、破局的事態を迎えるということになりますで、えー、それを語る前にまず日本の産業構造、えー、そういった銀行が、えー、先ほども若干述べましたけども銀行が設立されるにあたっての産業構造をちょっと見ていきたいと思います、まあ、日本はでですすね、えー、幕末以降そうなんですけれども、えー、国が モデルを作って民間がそのモデルで当たったものを払い下げてもらってで産業を徐々に構築していくという形がずっと幕末から今に至るまで続いております、まあ、実際は既存産業とモデル産業をまあ組み合わせてまあいくシステムになってたりはするんですが基本はこれです例えばですねまあ最近小倉とか黒崎とかにはですね中心市街地活性化法案というのがあって中心市街地活性化地区に認定されているわけです けれども、まあ、俗にう中活ですねでこれはですねある一定の地域で、えー、地域活性のためにですね商店街復興のために、あのー、成功した事例があるわけですね、その成功した事例をそのまんま経産省が吸い上げてで省庁縦割りをなくして、えー県えー、国土交通省とか、えー、総務省とか、まあ、そういったところも抱き合わせにしながらそのモデルを全国に作っていこうと。 で絞って、ここを認定すると認定したところにお金を投入してこのモデルでやりなさいと言って押し付けにお、まあ、早い話が押し付けてくるわけですねでだからこそですね成功した事例がと言われたモデルがタウンマネージャーを置くとかいうのがあるわけなので無理やりですねいらないのにタウンマネージャーを置くみたいな話になるわけですねでそういったのがあの日本の国家のプロジェクト型の産業形成ということになっているわけですで、えー こちらの昔から一緒なんですけども、えっと、質より量っていうことで、えー、とにかく国はですねどっかで成功した事例を全部中央で吸い上げてですね吸い上げたものを全国に押し付けていくんですねそこの中で当たったものだけをまた吸い上げてまた落とすっていうこれを繰り返すわけですなので例えばですね、まあ、今小倉や黒崎あの中、まあ、先ほど述べたんで中核事業がこれ成功か失敗かはよう分かりませんけれどもあの、まあ、要は国からするとあんまり失敗したっていうのは別に 問題じゃないんですね大量に落としたお金の中のどこかが成功してれば成功なんですよ <laughs> まあそういった感じでまあ国は考えてずっと明治以来やってきたということがありますで、えー、先ほどもちょっとナショナルバンク、まあ、国立銀行制度の話を述べましたが、まあ、渋沢栄一というおっさんがいてですねあの次のページにこういうおっさんですね このの左側の方でですす渋沢栄一さんです、まあ、非常に素晴らしい方でもともと幕臣です幕府の、えー、進化でありまして、えー、旗本だったんですけれども、まあ、彼はあのフランスに優秀だったでフランスに留学しますでフランスに留学した時に銀行制度を知ってで帰国後、まあ、明治政府にまあ いや,いや初めはイヤイだったんですけどが、まあ、使えてですね、まあ、日本の改革に邁進するという方で、まあ、後には産業界の父と言われる男になるんですが、まあ、この方が一番初めに帰ってきてやったことがこの国立銀行制度の導入とでこれはまあ先ほども述べました通り日本に需要がないのにもかかわらずいきなり銀行を作っちゃうわけですね。 で日本はもともと両替商とか、まあ、豊富で、ね、三井の海鮮丼屋がうんぬんかんぬんっていうのがありましたから、まあ、そういったところでお金回ってたのに、無理やりそこにですね国立銀行だ、ここに全部金、金預けて投資をここで全部一括してやるんだとか言われても、国民はなんじゃそりゃって話なので、誰が預けるかみたいな話になるわけですね、でそ,そこでですね結局、百何十と作るんですが、全部失敗します、で全部休業に追い込まれるわけですね。 で休業に追い込まれた中で、このままじゃまずいということで、先ほども申し上げたとおり、いろんな名士たちの協力を得て、ですねで、お金を預けてくれとか、でたまたまその当時、士族が、俸、え、禄、ー、がなくなるという時期だったので、その俸禄がなくなった退職金みたいなのが、そこに、えー、国立銀行を通さないとダメですよっていうふうにしてで、無理やりそこに借りなきゃあの、そこから引き落とさなきゃいけない体制を作ったりして、ですね、それで一応、銀行制度が回り始めるということになります。で、 この国立銀行制度が、えー、これがですね需要が出てきます徐々にでなんで需要が出てくるかというと軽工業要するに、えー、キートとか綿紙とかを日本はまず作り始めるんですねで元々キートは世界ナンバーワンであの江戸時代から世界一だったんですがあの綿紙ですねまぁ、あ、綿ですねでキートはやっぱ贅沢品なのであの不況の時に弱いのであのー 面紙だったら面だったらですね、まあ、みんな着なきゃいけないので安くて着なきゃいけないのでこれを機械化してですね世界競争に勝ち抜く一つの日本の主力商品にしようという政府の思惑があってですねでこれを奨励しますで、これはとにかく値段が紙っというのは安くないといけないのでどん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 ん工業化して、えー、安い賃金で働く、まあ、女工さんと言われるね、まあ、女性若い女性さんたちをあの過酷な状況に置,く置いて働かせるという。 まあそうやって国際競争を勝ち抜こうとするわけですね、でそのためにはあの巨大な機械と工場が必要になってきますで、そうなってくると巨額の資金を融通してくれる場所が必要になってくるわけですね、でそ,うなそうするとです、ねまあ、大都会は大阪とか東京とかはあの両替商、大きな両替商があるんでいいんですが、地方になるとそうはいかないわけですね、で地方になるとそこら辺の地主じゃ対応できないぐらいのレベルの、えーね、機械を導入しなきゃいけないとかいう話になってくると、お金が貸せない。 でそこであの需要が高まってきたのが銀行というものです。でお金、銀行はです、ね、将来に向けたお金まで貸すのであの両替商はです、ね、今持っている両替商が持っているお金の中からものを貸しますけど、えー、銀行っていうのはです、ね、将来にわたるもの、まあ、皆さんも銀行からお借りした方はわかるかと思うんですけども現金をそのままもらうわけではないわけですよ。えーね、額面でこれだけの分を っていうかで形でえっと信用と称してですね数字が飛んでくるわけですねで数字が飛んできてそれに対してえっと数字で返すわけですね基本的には現金がボーンともらって現金を返すわけではなくてまそういった形になるのでえ銀行というのはそういう点でですねあの巨額の資金元々その手元にない資金を借りるという関係でえ銀行の需要がどんどん高まっていくということになりますでところがですねま銀行もまうまくいく会社と付き合ったところはいいんですがうまくいく ととこと付きき合えなかった銀行はどんどんん潰れていきますでその結果、ですねうまくいったところと付き合った銀行は大成功するんですけども、その言っても何個も成功するわけではないので、まあ、必然的にですね1つないし2つのそういったうまくいった企業と付き合う銀行になっていくわけですね、だから必然的に大銀行というのは、基幹銀行になっていくという仕組みがありました。<laughs> で先ほども申し上げた通り、またあのそれでもあるにかかわらず、中身の経営に関する知識とかですね、含めて、その基盤自体はですね、のものすごく脆弱です、基幹銀行自体も結局、その大会社がどうなるかによって、銀行が潰れてしまうので、非常に脆弱ですね、とにかくリスクを全部追いまくってるという状態なので、そういった形の銀行が、日本には散在するという事態になっていってしまったということになります。 でえーまあ、左は渋沢栄一ですけど右がこれからお話しする、えー、鈴木商店という、えー、会社がありまして神戸の会社なんですけどもはははははい、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 はい三菱、住友、三井。ははははいは、はいはいっっ、はい、はいえー そうですね、えー、財閥系の銀行の話をしますと、財閥系の銀行はですね基本的に基幹銀行なんですね、えーえー、でこれはですね面白い話なんですけど、三菱っていうのは、もともと清少って言いまして、えー、岩崎弥太郎というおじさんが、ですねこの人、土佐藩出身なもんですから、薩長投票の反発政権と非常に癒着をして大きくなるんで、初めからここは銀行という形で作ります、ものをでですねでそれに対して三井とか住友っていうのは、江戸時代から続く大会社。えー 会社と言いますが大商人がそのまま会社化したものですけれども、まあ、こちらの銀行はでもともとの両外商がそのまま銀行化しますでこれもですね、まあ、政府と協力をしてやるんですが、えー、と両外商的な部門も残しながら徐々に徐々にですね銀行の方がいいだろうということで銀行化していくでその結果まあまあ結局はですね、まあ、住友 財閥の基幹、まあ、銀行ですし、まあ、三井もです、ね、三井財閥の基幹銀行になっていくということにはなります、まあ、そんな感じで発展していったと、まあ、ただです、ね、こちらあの江戸時代から培ったものすごい莫大な資産がありますので、まあ、脆弱経営基盤が脆弱かというと、まあ、そもそもでかすぎるんで 何なのかって話ですよね。三井が潰れたら国が潰れるとか、住友が潰れたら国が潰れるとかいうレベルの話なので。まあ、あの、他の普通の一般のですね。銀行と比べると、やはり、あの、アドバンテージは大きかったのかなというふうには思います。これ金本位の前です。はい。ん。えっ、ー、と、当時はですね。えっ、ー、と、金も持ってました。金も大量に持ってましたけども、金本位の前なので、あ、前というか、あの、基本的にはいろんな産業が。 はい、そういう意味でいろ,いろんな産業、もうあのコングロマリットなのでもうほぼ国家と同じですね国家にあるすべての要素をですね住友も三井も備えてましたのでそうです資産莫大な土地も含めた資産を持ってましたで、えー、金子直吉でですすねで、えー、こちらです、えー、金子直吉の鈴木商店がですねというのは明治の末ぐらいにできるんですけれども。 こちらがです、ね、ものすごいあのスピードで財閥化していきます先ほどちょっと財閥の話でも出ましたけれどもこちらあの鈴木、えー、商店の、えー、番頭をやっていたです、ね、金子直吉先ほどのおじさんですがあのおじさんがです、ね、番頭に就任してからというものをあの鈴木商店は目覚ましい発展をときますで彼はです、ねえー、第1次世界大戦を予見していましたでその戦争が長引くことも予見していました でまたあの台湾の、えー、行政改革あるいは産業改革が一定の、えー、終了を見たことも見抜いてましたでそこで台湾銀行が、えー、台湾で開発するものがなくなったので、えー、内地、まあ、要するに日本国内ですね日本国内に投資先を探しているのも見抜いてましたでそこを見抜いてですね彼は急速に台湾銀行に接近します。で接近して 台湾の商能というのがあるんですが、その商能が日本で高く売れるわけですね、ものすごい利益率をはじき出す商品だったので、その商能を独占的に扱うようになりますで、それでですね、鈴木商店は一気に大きくなります、でそれから台湾銀行と鈴木商店のものすごい癒着のような、えー、状態ができます。もももとと台台湾湾銀銀行行はものすごく大きな銀行で台湾 の行政、行財政を全部握っているような銀行なんですけれども、まあ、あの鈴木商店がです、ね、それをはるかに上回る規模であの世界大戦の間に大きくなっていきます。で第1次世界大戦は、まあ、ヨーロッパで大戦が起こるわけですね。でこれに,対しこれに当たって、まあ、ヨーロッパの国々は 結局戦争で勝たなきゃいけないので全資産を戦争に投入しますそうなるとアジア中で物品がですね、えー、不足していく事態になるのでそこに目をつけた鈴木商店の金子直吉はアジア中にですね商品を売り込みに行くわけですでその売り込んだがゆえに、まあ、圧倒的なあの財をたった数年で作ってしまうということになりますあしょそれは小農はですね 性能はですねどうしましょうかねあとで性能出ますかねそうそうそう使われるうん薬の一環そうそう性能はそうですねものがあったら多分わかると思うのでまああとで <laughs> すいません <laughs> うん そうですねナフタリンの主原料が小能です <laughs> で、まあ、当時、やっぱりねあのそういうのって台湾ではないと取れないので国内ではやっぱ需要がありましてでそれを元手に今度はいろんな重工業とかに手を出します造船業にも手を出し、えー、製鉄所にも手を出します今の例えば IHI 造船とかですねそれとか、えー、と神戸製鋼、まあ、これはもともと鈴木商店になります。 でえー、その結果、鈴木商店と台湾銀行本来台湾銀行は一つの貸し口として鈴木商店を見ていたんですがいつの間にかです、ね、鈴木商店の方が偉くなるので、ね、台湾銀行を支えているのは鈴木商店みたいな話になってくるわけですでところが、まあ、世界大戦終わります世界大戦終わるとです、ねえー、ヨーロッパ中の生産力が戻ってきますので戻ってきた瞬間にもともとヨーロッパの植民地であるアジア諸国にです、ね、彼らの商品が戻ってくるわけですね そうなってくるとですね売れなくなるわけですよ。そうすると、鈴木商店は一気に負債を抱えるようになります。でそれがそのまんま台湾銀行に波及するわけですね。で、このままだともう数年で潰れると、鈴木商店は潰れるだろうと、で台湾銀行も危ないと言われていたときにですね、あの鈴木商店にとっての転入が起こります。それが関東大震災でした。で関東大震災が起こったがゆえに、国はいろんなものを、えー、 先延ばししにすする猶予例を出します、まあ、それを手形に変える、まあ、それが震災手形なんですけども震災手形をガンガン発給するとでそこで鈴木商店は何をするかというとですね、えー、もちろん震災で影響を受けた部分も手形に変えるんですがもともとの不良債権もですねこの震災手形に紛れ込ませるわけですねでその結果ですね目的外手形が大量に発給されてそれが台湾銀行に貯まっていくわけですである時ですねあの国の、えー、大蔵省の連中が調べたら台湾銀行の手形の資産の7割 がですねえー、鈴木商店関連だったという恐怖の事態にが判明するわけです。でえーまあ、ちょうどその時にです、ねまあ、金融出解禁をしたい憲政会という政党と,それと、えー、信用為替相場にちゃんとした信用為替相場を作りたい立憲政友会というのがあってです、ね、この両者が、まあ、お互いにこの銀行の今までの流れ,これをなんとか解決したいと思っていた中でこの問題が 出てくるわけなんで、この問題をせあのいわゆる争点にするわけですね。でお互いにこれを解決したいわけです。これを解決しなければ金融室も解禁できませんし、信用為替相場にも移行できないということで、えー、何んとか解決したいんですが、その解決方法で揉めるわけです。で、えー、その話をする前に、えー、若干、ですね2、えー、大政党について、えー、話したいと思います。えー、日本はあの 皆さんですね戦後教育を受けられた方は戦前はひどい時代だったと独裁的でひどい時代だったと思われている方も多いかと思うんですが実は戦後よりも戦前の方がよっぽど民主的だった時代があったんですね。であすいません第二次世界大戦ですね第二次世界大戦の前の時代っていうのは、まあ、軍国主義でひどい国でとかいう話が皆さん思っていて民主主義のかけらもなかったみたいなことを 思われている方も多いかと思うんですが、まあ、実際はですね、えー、二大政党による憲、まあ、政の浄土という時代がありましたでこれはあの先ほど1回目の終わりに若干申し上げましたけれども、まあ、大正デモクラシーの流れの中で、えー、帝国憲法ですねあれは結構民主的な憲法なんですけれどもそちらの憲法をちゃんと守って民主主義、まあ、要するに当時は民本主義って言ってましたけれどもその民本主義を、えー、モットーとした、あのー、国民主体の 政治体制にしようではないかという流れがありましてそれがちょうど確立される時代でしたそれが昭和,の昭和に移行する時期ですねでこれに強い影響を与えていたのが天皇へのご意見番であります元老西園寺金持という方です明治の末にですねいろんな形で首相された方です3回ぐらいしてますね でこの方は、えー、とイギリスが大好きでしてイギリスのビクトリア朝の、えー、あれこそがまさに、えー、と国の近代国家の理想だというふうに考えている方でまさに民主主義の理想の形が二大政党による憲政の常道であるというふうに考えていましたなので、えー、この流れに持っていけるように左右の自持持が裏からです、ね、後押しをしていくということがありましたでこの二大政党今の政党とは違ってよくできています あ今の政党と違ってというと,ちょっとかなり語弊がありますけど <laughs> あの、すごいですね政党の性格は真逆なんですねで、争点もはっきりしてます、そして選択、要するに国民に対して選択を明示するんだって意識がすごく強いわけですね、でなので、ですねこれはこうだ、あれはこうだというところがちゃんとありまして、えー、選挙になると、ですねそこから今の状況と照らし合わせてということで、国民が選ぶということになります。 で、えー、まあこの流れになるのはまあ始まりはですね五堅三破と言われるせ、えー、この、えー、二つの二大政党ともう一つそこがちょっと離れてました声優本党という、えー、政党とですねまあ一緒になってまあ指導していきますでそんな中でまあ県政会そして声優会という二大政党とまあちょっと声優会とタモトを分かった声優本党という、えー、政党があってまあ密えで戦うわけですでまあ基本はその県政会と声優 政友がですね、えー、議席の大半をかけて戦って、政友本島がどっちにつくかで議席の過半数取れるか否かみたいな話になるという、まあ、状態が昭和初期にありましたでは、先ほど、えー、争点が明確だという話を申し上げましたが、本当に明確なんですね、憲政会と立憲政友会、小学生でもわかる、えー、争点の違い、あまあ、明確に違うわけですね。 これを我々はこれをやるんだということで外交、金融、経済、国防そして日本の最大の市場でありました当時、米国と並んで最大の市場だった中国ですねでこの問題に対して明確に打ち立てるわけです。これを果たしますと いうこことででれを公約にすするわけですねでまず、憲、まあ、政界の方から見ていきますと、まあ、外交は国際協調主義、まあ、要するにですね当時、えー、国際連盟というものが、えー、できましたで、その国際連盟に基づいて、もう二度と大、えー、国間で戦争が起こらないように、えー、いろいろ平和維持のための規制をしていこうと、でいろいろ経済だとか、あれとかも全部国際協調で話し合うんだと。国際の 国際基準で話し合うんだということで、まあ、イギリスやフランスと協力してですねあの日本もそれに協力して動かしていこうというそれは憲政界の考え方ですそれに対して立憲政友会こちら権益主張主義といいまして、まあ、要するに日本の権益はこれだと。 これを絶対に果たすんだとん、もうイギリスやフランスが何やかん言うたって関係ないと、自分の子たちの国益を追求することが最優先だと、イギリスやフランスみたいに世界中に大量に植民地を持っている国ではありませんので、日本は。なので、やつらが植民地を放棄しない限りは、我々もちゃんと権益を主張していくんだと、断固たる措置でやるんだというのが立憲政友会の考え方です。でえー、金融に関して。 金融に関しては、県政界は金本位国際金融主義といいまして、まあ、先ほどちょっと話にありました金解禁ですね。金融出解禁という方式を取るんですが、えー、こちら、あのー、まあ、中学校で習うのかな、アダム・スミスって方、経済学者、うん、そうですね。レッセフェール、まあ、見えざる手ということで、えー、アダム・スミスって方はです、ね、あの経済というのは見えざる手で動いていると。でそれも、えー、信用がです、ね、金、 絶対に、えー、古来、ですね人類発祥以来ですね常に最上位の価値と、えー、認められていたのは金だとその金の保有量に応じてそれと貨幣をつなぎ合わせれば経済は勝手に循環するんだと、まあ、そういった思想を持ってらっしゃったんですねでそれを国際協調でやっていこうというのが憲、えー、政会の考え方ですつまり日本が持っている金の保有量に合わせて円を発行するとで他国もそれをすると。 で世界中がそれをすれば世界経済は順当に回っていくと、不況も来るけども、その分、景気も良くなるで、景気も良くなって不況も来る、でもずっと安定的に経済が回るから、それがいいだろうという発想ですね、だから国際的に一緒に協力して、金本位体制を作ろうという発想です、でそれに対して立憲政府は明確です、そんな信用できるかと、でそんな理論に基づいて何かするなんていうのは危険極まりないと。 いうことで日本がそんなんだと損をするからということであの経済は基本的に独立主義でやりたいとでそのために日本政府というものを信用担保にして信用為替相場でやるとまあ、今の体制ですね今の日本の円の体制というのは全然日本が保有している円の何倍も円をあ 金の何倍も円をすりまくってますんで、えー、まあこれが現在の,です、ね、あの体制になるんですが、まあ、これが信用為替相場独立主義ということで、まあ、立憲政府はそちらを施行するという話です。で経済に関しては、立憲政界は、ですね鉱工,工業、工工業ですね要すね要るに製鉄とかです、ね、石炭とかをバン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 やって、であの貿易で国際競争に勝ち抜くと、要するに何ですかね。えー 簡単に言うと国際競争の中で貿易をしながら、えー、他国と交易をする中で国際競争でいい商品を出すことで国際競争を勝ち抜くことで、まあ、日本の地位を上げていこうというのが憲、まあ、政界の考え方ですで立憲政友会はそれに対しまして、まあ、経済を自立させることが優先だと、まあ、要するにあのいざという時に 例えば食べ物がないとかじゃ困るしいざという時にあに鉄が足りないとかじゃ困るとまずはその国家をじ国家の中で自分たちで完結できる経済圏を作ってその上でそれができた上でしっかり整った上でじゃあ国際競争に行こうとでそもそも、まあ、立憲政友会から言わせればイギリスやアメリカやフランスという国はまあ植民地たくさん持ってですねそれでまあそういったことを確立した上で国際競争やってるんだから自分たちはそれでいきなり国際 国際競争行ったって負けるじゃないかっていうのが、まあ、そういった思考ですね。で、県政界の国防に関する話ですが、こちら、協調主体です、えーと、いろんな軍縮の会議にですね率先して参加をして、みんなで軍縮しましょう、みんなで戦争をやめましょうというわけですね、例えば軍艦の規模の削減だったり、陸軍の師団の規模の削減だったりというのを国際会議の中でやっていこうという。 話ですですそこで決められた数値目標というのがあるんでまあそれを国際公約にしてそれに基づいて単純に軍縮していくという発想です。これが、えー、県政界のやり方ですそれに対して立憲政友会はです、ねえー、ちょっと変わってまして、えー、こちらも同じく軍縮するのは確かなんですがこちらはあくまでも兵器の最先端化っていうのを前提に軍縮します。つまり軍力自体は 日本の防衛力自体は下げなくてただ、人数を減らす、師団数を減らす、でそれもあくまでもどちらかというとその協調主体で他国との取り決めに応じてというよりは、自主的にこれが日本の国防体制にはこれだけの戦力が必要なんだと自分たちで定義をつけてやるんだと、近代化軍隊を近代化して軍縮していくんだという考え方です。で え中国の話なんですが中国問題に関しては県政界はえと満州というあの当時日本がですねあの多大なる権益を持っていた地域があるんですがこちらの扱いも含めて国際協調でやろうと、まあ、中国にはですねあの全世界の,あの大国がいろいろと権益を持ってましたんで中国,を中国の問題をまあその大国同士で話し合ってですねえ満州も議題に挙げてで満州は日本のものとかじゃなくて全部 みんなのものということにして、でそこの中で利益の協調を図りましょうというのが中、中、え、憲、ー、政界の考え方です。それにで当時、ちょうどです、ね、中国では内戦がありましたので、まあ、それの内戦への介入の方針も決めて、国際協調で決めて、国際基準で介入すると決めたら、日本も軍隊出しますよとそういう発想です。 でこれに対してと立憲政友会の話なんですが、立憲政友会はあくまで満州は日本のものだと、日本のものだから満州に関しては絶対触らせないと、満州が議題に上がることは断じてないという主体で、満州にもし何か権益を持ちたいとか他国が考えるなら、これは断固として阻止すると、軍隊出しても阻止するという発想です。でそししてたただただしですね代わりに、えー 中国の内戦に関しては基本的に不介入の方針で、えー、他国はです、ね、イギリス人が殺されたからうんぬんかんぬんと言ったって我々は完治しませんという形で中国は中国の問題でやりましょうという発想です。 じゃあ、えー、次に行きましてじゃあ,あの今回の、えー、金融恐慌の最大の問題になりました、えー、金融改革ですね金融改革は憲、まあ、政会が当時、政権を持ってましたので憲政会が一気に金融改革をしようとした結果が、まあ、あれになったと最終的に直接の原因と申し上げましたけれどもこれは何かというと、まあ、まずです、ね、金解金、金融出を海に持っていくにはです、ね、日本が国際基準に達しないといけないわけです。 で国際基準にのっとって銀行の資本金がこれぐらいだとか不良債権がこれぐらいだとかあと金がこれだけだとかあと陛あ下、ね、円の価値がこれだけだとかそういった基準があるわけですね、その基準に持っていかなければ国際あの他の他国との、えー、矛盾が生じますのでその他国との矛盾を解消していくために自国の努力が必要なわけです、その自国の努力を達成するために国際基準に日本の体制を金融体制を持っていかなければいけないということで始めます。 でそこで始めたのが、えー、県政会はですね、脆弱な資本力の銀行をバンバン整理しようという発想ですね、それからまた不良債権自体を抜本的に整理しようというので、まあ、大手術を断行するわけです、でその結果、ああやって東京・渡辺銀行だとか台湾銀行の負債がガンガン見つかっていくということになります、でただ、ですね、こちら、の声優会も、えー、協力的です、で声優会も先ほど申し上げたとおり、為替相場の方に持っていきたいので、どちらにせよ、こういった問題が、えー、そのまま。 残っていたらですね自分たちがやるときもまずいのでこれに関しては協力しましょうというのがまあ基本のスタンスでしたで当時、ですね日本はあの震災が起こったのは起こったんですけれどもまだですね産業の成長そのものは、えー、続いてましたというのも当時ちょうどアメリカがバブル状態でして1900、ええの20年代というね。あの ありましたけど、バンバン摩天楼とか建ってた時代ですね。あの時代だったんで、バンバン何やったってアメリカ買ってくれるっていう時代だったんで,ですね。日本はあの一応、アジアの市場は失うんですが、あのアメリカに代わりに売ってですね、産業の成長そのものは続きます。で、これが続いいつまで続くか分かんないので、とりあえず続いてるうちにこれをやっちまおうっていうのが、当時の,あの国のトップの考え方でした。で、<laughs> やっちまえって感じでですね、ものすごくスピード感を持ってやろうとするんですが、 まあ、スピード感を持って何でもかんでも全部表に出したわけですねでここの銀行も危ないここの銀行も危ないって国会でバンバン言っちゃうわけですよでそれを新聞が全部書き立てて全国に流すわけですからどんどん,どんどん信用不安が広がるわけですで特に投資家とかです、ね、市場にいるようなです、ね、経済人の人たちはもう不安で不安で仕方がないとでそうするとそのお金を持っているそういった市場の人がです、ね、お金を出さなくなるわけですねそうなると銀行自体のお金が回らなくなるので銀行の経営がです、ね、さらに あの加速度的に悪化していくという事態になります。で、えー、実はこの県政会少数与党でした。というのも、えー、選挙ではですね。政友会の方が多かったんですが、まあ、県政会がですね。あの、声優、本党と組んで連立を組んでまあ、衆議院の第一勢力を維持していたということです。 で前はあの加藤高木内閣だったんですが、これがあの下にちょっと書いてある、度重なるスキャンダルですね、あの潰れるわけです、でその後ですね西園寺はあの天皇に上奏して、え若槻礼二郎、同じ憲政会のえ人物に組閣の対面を下ろすわけです、で西園寺金持ちは少数政党になるから、解散・総選挙をしないかというふうに持ちかけるんですが、若槻はですね組閣した後です、ね、あの声優本堂と組んで、ですね政策の断行の方を優先すると、まだ解散はできないと。 まあなんか最近聞きますね、民主党の首相から聞きたりしますけれども、まああの、政策の断行を優先するから、えー、選挙には打って出られないんだって、あの総選挙をせずに、えー、延々と政策を断行していくという話で、まあ、言ったということになります。だからですね結構、衆議院でいろいろと法案が通らないという事態があって、まあ、それが結構、憲政界の苦悩というか、この改革の苦悩になります。で えー、金融改革、まあ、これはでも、それでもですね、えー、声優本島もまた声優界もですねあのものすごく協力的ではあったので先に進む感じだったんですけれども。 で、えー、当時の大倉大臣の片岡大臣はですね不退転の決意をもって、不退転の決意もよく聞く言葉ですが、まあ、こちら、不退転の決意をもって、ですね、えー、この金融改革を断行すると言います、まあ、ところがまあ先ほど申し上げた東京・渡辺銀行問題と、まあ、例の失言ですね、で、えー、結局、信用不安を起こしてしまい、でまた、それに、はい、当時完全失言扱いです、当時のもう翌日には失言って言われてまはい翌日にまた新聞に失言で載るわけですね。 はい、そういう状態で、もう出現でも歴史的事実として残ってしまうとあ、この人はこの状態じゃまだクビにならんですね、この後あと若槻内閣があの当確されてクビになります。 でえーまあ、そういう話があって、まあ、その後ですね、東京・渡辺銀行問題が収束した後も、台湾銀行整理の法案審議自体は残るわけですね、で台湾銀行を救うには、日銀の融資しかないと、特有、日銀特有というんですけど特別に融資するしかないという話になるんですが、まあ、ここで先ほど申し上げたと台湾銀行の中身がバン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 出てくるわけですね、で上げ黒るはてに法案が通らないうちに、えー、と審議が終わってしまってです、ね、国会が閉会になっちゃいます。 国会は日にちが決まってますんで閉会になっちゃいますでそんな時に台湾銀行はもう破局的な状態になるわけですねでその結果どうするかというと台湾銀行は鈴木商店と絶縁しますっていうわけですでところがまあみんな知ってるわけですよあの台湾銀行自体は鈴木商店で持ってるわけですからで台湾銀行はこの鈴木商店と絶縁することで日銀特有をすぐさま受けられると思って絶縁発言をしたんですがところが法案は通ってない緊急直令は下りないみたいな話になって 結局どうなるかというとこうやってですね与党調整失敗でそして申請によって枢密院によって不許可になって直例が下りないそうなってくると台湾銀行の負債はそのまま表に出たまんまだから銀行全体に信用不安が拡大してあの取り付け騒ぎが起こるともう国民の当時、国民の5割がと銀行に殺到したと言われております。でえ でこのときにあの西園寺金持が言ったのは憲政の浄土にのっとって政権交代をさせるんだということで、まあ、結局、この事態に対応できなかった若槻内閣を総辞職,総辞職させて政友会の田中内閣を成立させると。 で結果的にまあこれは簡単にあの、まあ、やることは決まっているので、まあ、モラトリアムという支払い猶予令を出してです、ね、全銀行を休業させますで2日間休業させたと中で田中内閣の大蔵大臣の高橋小力夫は、えー、日銀特有令をちょあの緊急直令で下ろしますでそして高橋,、ね、高橋大蔵大臣はです、ね、ちょっと面白いことをやります、えー、言うてもです、ね、あの国民はそれでも信用不安がありますから あのいくら日銀が特有出したからつってやって、お俺の様子預金大丈夫なのかってなるわけですよ、だから休業が明けたら、ですねまた絶対に銀行に殺到するのは分かっていたので、高橋大臣は何をするかというと、片面だけ日銀にずっと紙幣印刷させるわけですね、とにかく量をすれと、で片面だけばーッと印刷させて、それを各銀行、全銀行の表玄関のところにばーっと詰ませるわけですね、でそうしたら、おお、こんなに紙幣があるんだってなって、で皆さん、あ これならば俺の預金当分大丈夫だなと思って安心して帰るということで、多くの銀行はこれによって救われたという、まあ、信用なんてそんなもんですね、<laughs> <laughs> どうなんですかね <laughs>、いや、本当にしたんですよ、本当に当時のあれで写真がありまして、あの大阪とかです、ね、東京のまあ小さな銀行の前に、どーっと積み重ねられてです、ねであ、こんなに、うちはこんなに紙幣がありますよと、だから大丈夫ですよと。 いううことを言うわけでですねで裏見たら白紙なんですよ <laughs> 表しかすられていないっていう紙は本物ですもちろん紙は本物ですけどもうする時間がないのでとにかく数すれってことで片面だけ吸ったとでしかも当時なかった200円紙幣とか作っちゃってですね <laughs> それでバーっと吸ったりですね、まあ、そういうことを高橋さんはやるわけですね、まあ、高橋さんさすがというか 当時通帳持ってきます通帳を持って行って印鑑,印鑑証明も必要です印鑑してこうやってサインと印鑑両方必要ですねでそれによってあの現金がボーンとくるわけですでだから現金があるかないかが結構あの国民には重要でそうです当時現金しかないですあのキャッシュカードみたいなのないですからもう現金なんで現金です基本現金で封筒でもらうんでそれを銀行に預けに行くみたいな話なので そうですね500万円、ね、今の感覚と違いますね、今の感覚と違ってもう現金ですから、もう単なる数字で個人がってことはほとんどなかった時代ですね、企業同士はあ,のありましたけど、あの個人はですね必ずこんなでっかい封筒でもらって、札束をもらって、それを預けに行くみたいな、あるいはその経理の方がもう銀行にそのまま封筒を抱えて預けに行くみたいな、そういった感じですね、あるいは銀行員、でっかいあれだったら銀行員が取りに行くんです。その あれ自体はですねそういった時代なので、札、ま、束、あ、さえあればみんな安心するっていうのがまあ基本です。はい、で、まあ、この影響なんですが、対、えーまあ、戦後、まあ、アジアで市場奪還された日本でしたが、まあ、バブル状態の、まあ、米国への、まあ、輸出が堅調だったために、えー、産業拡大だけはまだ続いていたという状況です。 また、あの金融そのものの信用不安にのみ、まあ、禁止した不況だったんで。まあ、銀行整理が進むことでですね。まあ、逆に日本の金融体制というものは近代化されて。まあ、完成したと言っても過言ではないかなと思います。まあ、しかしですね。まあ、その主観銀行。まあ、要するに勝った銀行ですね。この後、結局徐々に。 一般人もですねまた二度とこういう事態が起こったら怖いからということで安全な銀行に安全な銀行にって預けるわけですねでその結果どうなるかというと財閥系先ほどちょっとあの申し上げましたけども三,井三菱、住友、安田、まあ、そういった銀行に集中していくわけですであの財閥系の基幹銀行財閥だったら安心だろうって話になってでみんなその財閥を預けるとでそうなると余計ですね財閥に資本が集中していく。 お金が集中していくという事態になりまして、財閥の日本の経済支配が強まったというふうに言われております。で、この政局の結果ですね、結局、あのまあ、県政界と政友会の,、まあ、清掃の道具に争点の道具になるわけですけども、争点になった結果、結局、枢密院の判断で県政界には勅命がおりず、 そして、声優会に直霊が降りるという事態になってですね結局、衆院多数派である声優会が政権を奪還するといったことになりますでこれによってまあ衆議院の多数派が与党となることでまあ政局が安定するのではないかというふうな影響があったということでこれから数年は政局が安定しますというわけで,ですね今日の本題です。選挙もも近いんですねもう えー、解散・総選挙ということで、えー、もうすぐ、えー、公示もされますけれども、12月には選挙、えー、そんな中、この金融強行っていうのは、結構いろいろなことをわれわれに教えてくれるのかなと思います。もともとですね金融体制の整理そのものは与野党一致の祝願だったというんですが、結局、こうやってですねあの政局の道具になったりですね。 なりますと、まあ、もちろん政策の最終的な目的は違ったんですけれども、まあ、こういった形で,です、ね、政局に利用されて、まんまと政友会はこれで政権を奪還することになります、で似たようなことを、ね、を最近も起こってますよね、自民党と民主党で同じことをやりたいのに、結局、その手前ぐらいでとかいう話で。 なんかああだこうだみたいな話もありますし、まあ、最近、まあ、世論の関係で原発がうんぬんかんぬんって話がありますけれども、まあ、こちらも自民党も、えー、と民主党も、基本的には原発を廃止というか、あの少なくしていく方向性は変わらないんですが、まあ、そのやり方一つで、まあ、今、注目を浴びている問題なので、結局、政局利用をいろいろしていたりとかですね、まあ、それで当確の,、まあの政権を批判したりとか、まあ、そういった話になります。 となると、ですね政権を持ってそういうことをやろうとしたところっていうのは、馬場を引いたことになるんじゃないかみたいな話もあります、で,でも、ですねあの県政界からする、まあ、それと、もですね、まあ、こういったことをわざとそういうふうに見せるっていうことは、まあま、そもそも卑怯なんではないかみたいな話もあって、まあ、今のまさに県政界が民主党だとすると、ですね、まあ、結構いろいろ考えさせられるのかなというふうに思います。またあの情情報報ですねのの拡散の特性として 今と違うのは当時新聞なので新聞っていうのはですねえ長官、今よりもさらにちょっとスパンが長いのでどうなるかというと昼過ぎ、昼過ぎにはですね全部記者が書いてしまうわけですね書いてしまったものを印刷して翌朝の長官に出るわけでなので昼過ぎにの後にっと言ったことに関してはその翌日の長官には反映されないわけですねで実は片岡さんはあの片岡大臣はあの渡辺銀行が潰れなか潰れて今日は潰れていないよって話を えー、3時か4時ぐらいに知るんですね、そこで慌てて会見を開くんですけど、翌日の朝刊の修正には入らないので、結局、潰れたって話だけが先に飛んでいくわけです。となると、やっぱりあそこで言ってしまったことが失言だという話になって、翌日、結局、新聞でも戦うわけです。でも、新聞からすると、新聞も結局、それを鵜呑みにして書いたことが、責任の一端でもあるはずなんですけれども、結局、全部片岡さんの責任にしちゃうわけですね。 でまあ、それもまた何だろうなみたいな話ではあるんですが、まあ、これがまあ今の時代は恐ろしいもので今は即時ですからねフェイスブック、ツイッターを含めて言ったことは即時出ますし即時出たことは回収できないので、まあ、今、私こうやって話してますけど私の言った一言一言全部もう即時流れてますからね、世界中にね大変ですね、あの僕は僕明日刺されるかもしれません、はい、誰も刺さないでくださいよろしくお願いします。 です,ね、<laughs> ですね、見てないから。一 <laughs> 人見てくださってるんですかあなるほど、それはすごいありがたいですね。<laughs> では、えー、そうですね、けん会。 あそこまでメディアまで行きました、えー、じゃあ、えー、県政界に会議的な水密院による政治介入というのがありましたで、えっと、水密院っていうのは何をするところかというと、えっと、天皇が出す直令や直命というものをです、ね、審議する、えー、場所です大体、えー、内閣からです、ね、直令出してくれっていう話が来るんですよで、その草案とかを審議してこれが OK かどうかっていうのを、えー、審査する部署ですで水密院が OK と言わない限り直令や直命は出ません でそこであの、水密院に上げるんですが、この時面白かったのは、憲政会が上げた案を、水密院は一回だめだっていうわけですね、でそして若槻内閣は当確されて、田中内閣になるんですが、田中内閣になった時に、ほぼ同じ直例案が、水密院に上がるんです、そしたら、水密院は今度は OK だっていうわけですね、えー、っとこれはだから、簡単に言うと、これは、水密院が、この憲政会政権を潰すために、えー、この直例を利用したと。 いうことになりますでこれは果たしてじゃあ枢密院がそんなことをやっていいのかっていう話になりますよね。天皇の体験を、えー、恣意的に利用したのではないかみたいな話になるわけです。本来は普通に独立して えー、そういった政治に介入するわけでもなくあの、これが国にとって正しいかどうかっていうことだけで判断しなきゃいけないのにもかかわらず、憲政改正権が嫌だからってことで、純粋にはそういった政治介入を行ったという,ふうに見られても仕方がないと、でこういったことってねいいんですかねって話で、最近、なんか電力会社さんとかね。 あのー、ありますよね、あの電力を人質にとって大丈夫なのか、あれだとか言って、原発を動かしてくれなきゃとか言いながら、まあ、原発を動かしてくれなきゃとか言いながら、あれの本音は何かというと、電力料金上げたいっていう <laughs>、ではないのかなというふうにうがった見方もできますよね、まあ、そういったことを、ねあのー、人質にとってまあ恣意的に利用するっていうことはまあいつの時代だって行われる、まあ、これは果たしてどうなのかなみたいな話もあります。 でまた次、英国をモデルにするということなんですが英国大好きな方が民主党にいらっしゃいますよね英国をモデルでマニフェストだとかですね二大政党政治の時代で若手がうんぬんいう方がいらっしゃいますよねあの京都左京区たり選出の、えー、一時党首をされていた若手代表の民主党の議員さんがいらっしゃいますけども。 まあ英国をモデルにするっていうことは一体何なのかって話ですね、先ほど、その西恩寺金持ちは英国をモデルにこの2大政党を作ったわけですよ、その結果がですね、えー、まあ後にどういう時代になっていったかってことを考えたりすると、英国をモデルにするっていいことなのかどうなのかっていうことですね、であの人はじゃあそこまで考えて、そこまで言っているのかって話ですけど、あの人はあの戦前の話になると、ですねいろんなコメント データ番組に出ますけど戦前の話になると途端に口がごもるわけですねあまり言わないんです本人は研究されてるのかもしれませんけれどもまあうんそこまで考えていたのかなみたいな歴史からちゃんと学んでいるのかなということはちょっと不安になったりもしますでこの時代世界史的な発想からするとですね日本史上最も民主的だった時代と言われます でところがですね、日本人はこの時代のことほとんど、えー、忘却してますねあの、この時代が民主的だったなんて日本人は思いません、昭和の初期が、えー、民主的だったなんて言ったらです、ね、でだいたい首が飛びます <laughs> という人が多いです、えーまあ、こんなこと言ってるんで、まあ、僕は教師じゃないのでいいんですけど、これ、教師で言ったらですねあの、文部省的にもまずいですしあの、日教祖的にもまずいっていうのが。 あってですねなぜかはわからないで私にはわからないんですが、まあ、とにかくこの時代を忘れたいとこの軍国主義に至る前の時代のこの民主的だった時代のことを忘れたいという,ふうに思っている方は多いのかなと、まあ、そうやって忘れてしまうと何が起こるかというと反省もしないわけですねじゃあそれからどうなって軍国主義になったのかみたいな話は一切ないわけで,でそうすると結局歴史は繰り返してしまうのかなという,ふうに思うのが、えっと、私の、えー、非常に不安とするところです。 というわけで、一応、えー、今回の講演は終わりでございまして、えー、次回予告ですね、えーまあ、どこまで行けるか分かりませんけれども、基本的には真ん中の3つです。満州重大事件 まあ簡単に言うと超作臨爆殺事件ですねで、えー、これに基づくこれに至るまでの中国の内戦の大展開というのがありますこれが日本政治にものすごく影響を与えますでこれの話と、まあ、それと普通選挙確立後の初の本格的な総選挙っていうのがありますでこれでえと選挙運動というものがすものすごく苛烈になっていくわけですけれどもその選挙運動の中で一体何が起きていってでそしてその結果何が起こったのかという話をしていきたいと思いますでもしいけたら世界恐慌ですね あの世界恐慌昭和日本では昭和農業恐慌とまあ略して昭和恐慌とも言われますけれどもまあ日本経済がですね悲惨な状態になっていくまあそういった時代の話のまあ入り口まで持っていけたらいいかなと思いますで他はまあそれに基づく付属ですねベルサイユ体制とワシントン体制の話あるいはあの人種差別、不平等まあそういった時代の,あの世界観でありますとかあとまあ共産主義の脅威が拡大してまあシベリア出兵のトラウマがあるとかですねまたあ 今回の金融恐慌は、えー、情報の伝達の仕方が新聞でしたけれども1925年のラジオ放送の開始以来ですねラジオがどんどん普及していきますでこの普通選挙ですねあの普通選挙確立後初の本格的な総選挙で一気にラジオっていうのは全国に普及しますこれによって、えー、日本人の,その情報の取り方っていうのが明確に変わりますそうですね、ね NHK ですね そうです NHK が1925年にできてそれが一気に NHK の力が普及していくのが大体この時期です普通選挙確立後の初の本格的総選挙でみんながラジオを変わってラジオを聴くようになるわけですねでそれによってついに生まれるのが本当の意味での世論というものですつまり即時的に言葉が、えー、伝わってくるそれに対しての反応が返ってくるという時代でやっぱりです、ね、文字を読み続けるのと 物,物事を会話のように聞き流すのとは全然情報量が違うんだということが、まあ、分かってくる時代でこれからですね時代は大きくうねっていくという話になるのかなというふうに思いますというわけで、えー、次回も、えー、楽しみにぜひこのスタジオまで来ていただければなと思いますので今日はここらでお開きとさせていただきますご清聴どうもありがとうございました